ウルネスの木造教会は、ノルウェーの祖軍をオ,オーラネ県にある木造教会の一種である、スターブ教会の一つであり、この種の教会で現存する中で最も古いものの、一つである。ウルネス・スターブ教会、あるいはウルネス・スターブチャーチなどの名称で呼ばれることも、ある。ノルウェー語で、スターブは垂直に立った支柱のことで、シルケとは、教会のことである。 1979年にユネスコの世界遺産に登録された。この教会はルストラフィヨルドを望むことができ、高さ120メートルの崖の上にあり、現在はノルウェー考古物保存協会が所有している。教会では時々ミザが模様されている。IC ダールによるウルネスの木造教会教会が建築されたのは1130年前後と推測されている。 ウルネスの教会建築は、キリスト教建築とバイキング建築が結びついた、いわゆるウルネス様式と呼ばれるスカンディナビアにおける動物を模したスタイルである。考古学的調査によれば、現存する教会よりも前に一つあるいは二つの建物があったと考えられる。17世紀、新道が建設されたことにより、教会は南に拡張された。1640年には、 アライライバン、1655年には、天外が1693年から1695年に、かけて高段が増築された。ウルネスの木造教会の祭壇画は、マリアとヨハネを突き従いている十字架にかけられた、キリストを表現している。この祭壇画は1699年に描かれた。ウルネスの木造教会に、窓が付けられるようになったのは18世紀になってからで、ある。 ウルネスの木造教会のポータルウルネスの木造教会の入り口と北側に面している壁面には古典的なウルネス様式の図像学的にこれらの鶴用の装飾が意味するものとは善と悪の永遠なる戦いであることを意味するキリスト教的図像学においてライオンはキリストを意味しサタンを一般に意味する蛇と戦っていると考えられている一方で 早期の境界建築においては、北方神話の場面を装飾で表している可能性もある。北方神話での解釈に立てば、ニーズヘッグとして解釈されている動物は、ヨグドラシルの根をかじっているという解釈になる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。